ございます。今日は先ほど拝見いたしました聖なる嘘つきについて語りたいと思います。まあ主演はロビン・ウィリアムスで、この人はもうあの人の良さみたいなので泣かせるドラマっていうのを主にやっていて、この作品もまあその方向で、あのまあ事実上彼の映画と言っていい作品の一個ですね。この作品物語はナチス政権下のユダヤ人の話です。時代設定は終戦間際のわけですね。人々は先の見えない厳しい暮らしに絶望して次から次に自殺していくわけなんですよね。それに対してあのソビエト軍がもうちょっとすぐそこまで迫ってきてるはずだからと元気づけるために主人公は、ラジオを持ってると嘘をつく。ラジオがそう言ってた。この映画でちょっと気になったのはカメラの横移動、そして歩きの芝居なんですね。オーソン・ウェルズを意識してんのかなと僕的にはそれを見てて思ったんですね。なんか黒い罠の有名な長回しワンカットの中にあったあの歩くシーンを模倣してるかのような歩くシーンが何箇所か使われていて、ロビン・ウィリアムスってちょっとオーソン・ウェルズ意識してるところあるのかなって思わされました。それではまたお会いしましょう。